Little Match Log. Ah, yeah. どうもこんにちは。はい、今日は前回の続きですね。まこっちゃんのギター機材をちょっと見ていこうかなと思います。はい、まこっちゃんのギターは何でしょうか。エドワーズっていうメーカーのセミアコースティックタイプ。セミアコ、なるほど。はい、いいですね。これはちなみにどういった手に入れ方を。これは高校生の時に、なんかギター好きなおっちゃんがやってる喫茶店が高校の近くにあって、そこにめっちゃ入り浸ってたんですよ。その時にあの土曜は毎週常連のおっちゃんが集まってフォークパーティーみたいなフォークソングを弾いて歌う機会になって、そこで僕は横でちょろちょろギター弾いてたんです。弾いてたら、お前もう受験やから来んなって言われて高3の時に、で行かんくなって、大学合格発表あった後3月とかにもう一回行って大学受かりましたって言って、まあ、おめでとうってなって、でまたパーティーっていうかやってたんですよ。で弾いてたら鉄工所やってる青山さんっていう常連のおっちゃんが来て、あ、これなんかちょっと最近あんねんけど弾いてみてって言われて、その日、まあ一日それで弾いて、夜帰るときに合格祝いや持って帰りって言って、おーいでもらったっ。青山さん、青山さんに。じゃあ青山さんから、あ、もらったギターなんや。そう、もらって。じゃあ高3の時から今までずっと使ってるっていう。まこちゃんといえばって、なんかもう本当にずっと見てきてたから確かに、そのイメージが。あと体小さいから結構、ギターをでかくすることでなんかちょっとバランスおもろいみたいなのがなってるっていうのもあるかもしれん。ああ、なるほどね。そういうことで使ってます。でここに「歯の絹の脱がせ」の PV で使った黄色のなんか紙吹雪、紙吹雪が結構奥深くに入り込んでてなんか、まあ、最近はさすがにできへんけど、ちょっと前まではなんか降ったら出てくるみたいな何年前や。歯の絹だから2014とか5とか。まあ、じゃあ5年ぐらいずっとワンマンのなんか前ぐらいに出てきた。出てきた確か覚えてます。何年越しとかでバンバン出てきてめっちゃびっくりするっていう。いや、結構なんかこうこうやって持ってる時とかに姿勢直す正す時にここ持てるっていうちょっと便利。ああなるほど、服なんだ。ここ持ってもいいんやけど。なるほどね。じゃあ、あの足元は、足元も結構昔から使ってるの変わらんねんけど、ワウと、歪み、歪みね、オーバードライブで、最近ミキさんからビッグマフっていうの借りてて、あとあのブースター、音を大きくするやつ、で、ディレイ。これギタリスト彼氏はどうなんでしょう。多い少ないで言ったらどうなんでしょう、ね、どうなんやろな。まあ少ないかな、ギリ、まあ普通ぐらいかな。あの歪み3つもあるやんっていうことでいろいろやってんなって感じもするけど、まあでも構成自体は結構シンプルな方やと思う。割とまあシンプルな方が好きかなっていう。直列やし。じゃあちょっと思想をしてもらって、演奏好きな感じ。弾くフレーズとか、あ、ワウね。多分その音楽好きで聴いててもそういう楽器やってない人からしたらめちゃこの一つずつ鳴ってるのは新鮮だと思う。確かにね。でこれは全部音をあの悪くするやつね。悪くするやつ、あ、分かりやすいです、これはちょっと悪い。踏んでなかったら、おで、ソロとかで目立ちたいときはさらにこれを踏むみたいな、これはあのこういう山びこみたいな。いいね、いいね。なるほど。で最近はこのビッグマフっていうめちゃめちゃ悪いやつを。凶悪ですね。素人意見なんですけど、はいはい、このセミアコ系プラスなんかビッグマフの組み合わせって結構珍しいんじゃないかなって。あ、確かに。そんな気がするんですけど、そうかもしれないですね。なんかそれがちょっと面白いなって思うっすね。あれ結構このエドワーズってメーカーが、あの ESP 系列なんですけど、あんまりめっちゃ高いギターじゃないと思うけど、割とピックアップとかもそういうハードな
方、うん、ハードな演奏する人に対応してるから、まあ、割と相性いいかもなって思ってますね。なるほど、はい、まあ悪くはない。歪んだ時に低音出やすいんで、うん、それはなんか合ってるかもなって思ってますね、うん、ブーミーっていうかエドワーズだからこそかもしれん、うん、っていう感じですかね、うん、はい。室町のフレーズですね。あ、そう、室町のフレーズ好きな。踊らないベイベーとか、その僕が入る前からやってた曲も練習したけど、初めてその一緒に室町のメンバーと作った曲があって、それはハノキの脱がせっていう曲なんですね、うん、あの曲のギターソロは結構なんか自分っぽいなと思ってて。なるほど。僕あんま早弾きみたいなの得意じゃないんですけど、逆にその1個の伸ばす音みたいながかっこいい音を出せたらいいなと思って、それは多分これこんな感じで、入りなんですけど、うんうんうん、そういうなんかこうみたいな、この別にやってること自体はそんな難しいことしてないけど、ここのなんか揺らしで弾いてくれっていう、そういうのが聞いてます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあこんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。